はい、皆さんこんにちは。今日も言霊をやっていきたいと思います。はい、ということで本日から新イベント冒険イベント水っていうのが始まっていまして、そちらのステージ30をクリアすると冷酷なる慈愛魔球っていう超強いステージが出てくるんですけど、これの攻略を今日やっていきたいなと思います。で、こちらのステージほんと強くて3度目のチャレンジでようやくクリアできたんですけど、満腹リーダーは諦めました。で、ポイントは戦い方さえ覚えちゃえば割と安定すると思っていて、6文字タイムボムが出てくるんですけど、それは3ターン以内に1個作らなきゃいけない。ただしチェンジブロックやらトゲブロックもあってなかなかうまくできないですが、1ターン目2ターン目は作りに行かなくていいかなと思います。1ターン目2ターン目はトゲブロックのダメージめちゃくちゃ痛いので、しっかりとトゲガードのキャラクターでトゲをブロックしつつ回復をしてダメージを与えていくっていうことをやって、3ターン目がトゲもチェンジも消えるので、3ターン目に、ショーが一番安定するかな。木を入れてれば強でもいいんですけど、ショーとか強、僕の場合はショーかな。妙だともしかしたら事故る可能性があるので、ショーをしっかり用意しておけば3ターン目におそらく確実に作れると思うので、3ターン目にしっかりショーを用意しておいて6文字を作ってタイムボムを解除する。で、4ターン目にタイムボムは復活しないで1ターン猶予があるので、4ターン目はしっかり1ターン目2ターン目と同じ感じかな。で、殴りつつトゲブロックをガードして殴りつつ、また5ターン目、4ターン周期の1ターン目に戻ってタイムボムが復活するので、また同じことを繰り返すっていうことをやっていくと勝てると思います。で、チェンジマスに関してなんですけど、まだ多くの文字で試せていないから何とも確実なことは言えないんだけど、おそらくあいうえお表でいう4文字先の文字になるんじゃないかなって思うんだけど、何とも言えない、おそらくそうだと思うって感じですかね。まだ僕もこれ4回目なので何とも言えないんですけど、これでやっていきたいなと思います。クエスト開始、やっていきましょう。いや、強いんだよね、めちゃくちゃ。かなりレベル高いステージかなって思う。そうで、こういった感じで確実にこの3文字の文字配列をしてくれるので、6文字は取っておけばしっかり作れると思う。ただこのトゲブロックめちゃくちゃ痛いので、しっかりとトゲガード持ちのキャラクターで防いでいく必要があるので、まずは上手とか作っておいて、ここはミかな。で、これ多分嫌になるんだよね。そうだね、4文字先かなやっぱり。で、嫌とか置いちゃったからなんか事故るんだけど、死は取っておきたいかな。死は取っておきたいので、ただ回復も取っておきたいから、ウは2体いるからウを捨てよう。で、要は1体しかこの編成入れてないから、要は確実に取っておきたい。死もそうだね。だから、要と死を引いてきたら3ターン目までキープっていうのが、この編成だといいかなって気がする。さあ、とりあえずしっかりダメージ与えつつ、こいつの防御力もそうだけど、火力が高い。8000ぐらい食らってる ?9000 ぐらい食らってるか。なんで、とりあえずこれ確実。で、このウはキープだね。あと全部キープだ。なんで、塔をここに捨てておいて、で、また野城か。また野城を作って、徳屋ってあんのかな。でもこれ行くしかないから、これで行こう。徳。ないね。野城城か。なんかちょっと、下手な感じするよな、この編成。もうちょっといい編成あるかなって気がするんですけど、もうちょっと安定するというか、綺麗に戦える編成あるかなって気がするけど、勝てるのでこれで最低限の編成ではあると思う。さあ、ダメージ痛いね。今ちょっと時の鏡で回復できなかったから痛いんだけど、ここでそう何もなくなるから、この3ターン目でしっかりと6文字の言葉を作る。で、回復もしっかりしておくか。これで回復はそこそこ回復できるんじゃないかな。で、少女少女症状か症状か7文字のことはできたね。症状かさあ、6文字を超えていくスタイル。さあ、これで回復もしっかりしつつ、ダメージもそこそこ。火力 40% アップだからね。リンドウブルムとか、その辺の満腹リーダー使った時とおそらく火力は同じなんだけど、それだとすごい時間かかるから、本当はギルガメシとかでやっていって、た方がいい編成があればいいかなと思うんだけど、まだちょっと見つけれてないので、この編成ということで4ターン目なんですけど、まだ発生しないタイムボムが、なんで4ターン周期だね。で、ここは強海を作って超勝ちにしていく。で、ここは超勝ち作れるから地境を作って、で、ここは回復だな。ウは多分まだ使っていいから、ここはトーチで回復しっかりして OK。 ダメージもそこそこ入るんじゃない。これは2体超勝ちできるし、
時の鏡で回復じゃない火力アップもしてるから4ターン目はいい攻撃ができたはず。火力40分アップだからガンガン攻めていきたいよな。10ターン以内には勝てるぐらいにしないと周回ちょっとしんどいですよね。10ターンでもまあまあ長いかなって気するけど、さあこれで4ターン目は火力も痛くないので大丈夫なんだけど、ここからまた1ターン目周期に戻ります。なんでまあ超海だね、調味料多分あるよな。でこれ矢は何なんだろう、いいかな、リか、あれ、あそっか、いや言うよらリだね、なるほどね、リだ、リ長をでどうしよう、運を入れて、あ、心理にするか。うん、これでまあ回復ちょっともったいない気がするけど、そうだね、だから心理値なんで、やっぱり4文字先で合ってると思うんだけどな、おそらくね。さあでダメージもこの身が優秀だよね。普段なんとなく使うときは身ってあんま使わないんだけど、イベントになると結構身って大活躍してくれる。貴族性のこのトゲガードがいいんだろうな。さらに2体とも火力高いしね、リーダースキルも優秀だし。さてここもしっかりトゲガードしなきゃいけないので、まあ強化作って死境打つ作って、とりあえず巣を捨てて、あ浮きたね、もうこれは塔を捨てるか、都市機ってあんのかなないかな、名前であるけどないか、ちょっともったいないけど、まあ回復は神尾で足りると思うから、ちょっと下手だったけど、次ターン2体いるか、今次ターン死引いてこれないと、あの置かれる文字、この京とか今置かれてる文字配列によっては妙でも6文字作れなかったりするんで、本当は死が来てくれる方がいいんだけど、あ妙状はあるか、あるね、多分あると思う。なんでまあ一応ちょっと待って様子見る。なるほどね、名字はなかったら終わるパターン、あれ、いやあるでしょう、名字はあるから、とりあえず攻撃してくれる。名字 OK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 。 ただこれの今上だったから良かったけど、これのものによっては名だと録音できなかったりする、何回も言ってるんですけど。なんで本当は死を取っておかなきゃいけないんだよね。さっきちょっと死来るかなと思って使っちゃったんだけど油断だった、まあ、ただ結果往来いいダメージ入っていく、倒せるんじゃない？ 7 ターンで倒せれば十分、あっと生きてるけど、これ8ターン目倒せるよ、やってやんよこれどうしようかな、上海ってないよね、多分上矢はあるでしょ、で野上はあるんだけど、あ遠矢があるか、 OKOK、 これで倒せんじゃない、で倒せなかったとしてもしっかり時の鏡入れたから、まあ、ただこれ倒せるよね、10体以内倒せれば全然いいんじゃないかな、周回編成としても。まあ、ただ周回編成って言っても満腹リーダーじゃないからね、難しいところだけど、さあ行ってこいリーフストーム、 OK 勝っていく、結構強いけどこのステージ勝てると結構気持ちいい。はい、ということで今日は新イベント冷酷なる慈愛魔球をクリアしてみました。ただし満腹リーダーじゃないっていうのと、1ターン目2ターン目のさばき方がまだちょっと雑な感じするから、もっといい編成がこれから作れるかなって気がするんですけど、とりあえず最低限安定して勝てる編成ということで、この編成よかったら参考にしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。